造を実験室番外編第9弾はい、ということで今回は山内さんの制作中のギターで導管着色をやっていきたいと思います。以前はね、こういう端材でいろんな、ね、木材でやってみたんですけど、ここに実際ギター本体に塗っていこうと思います。で、青とピンクにするんだよね。そうですね。はい、ということで今日はまずベースカラーの青を塗っていきたいと思います。はい、前回は、ボディを青色に塗ってサンディングまで吹いたので、今日は導管をピンク色に塗装していこうかなと思います。